これはこっちでいいかしら。大丈夫大丈夫、そっち持ってくれる。はい、急がないとね。いよいよね。うん、そうだね。どうまさくん、きれい。しんちゃん、お花こっちにつけるんだよ。ウェディングケーキは真ん中のテーブルでいいかしら。はあ、とうとうこの日が来てしまった。本当にこれでいいのかな。考え直すなら今よ。そう、今しかないのよ。結婚すべきかやめるべきか。ああ、迷ってる。出てらっしゃい。どうもどうもどうも。この旅は吉永先生のウェディングドレスに旅を履くわけないだろうが。ほうほう、じゃあ花嫁に捨てられる花婿の勘も聞いてみよう。あのね、はあ、こんなちぐはぐな気持ちじゃ結婚できそうもないわ。やっぱ考え直そうかな。一度手放したらチャンスは戻らないわよ。松坂先生、石坂さんのこと嫌いになったわけ？いや、そういうわけでは。だったら。でも幸せになれるかどうか不安で。幸せなんて遠く離れて初めて気がつくものよ。あ私がいい例じゃない。今さら逃げ出すなんてカッコ悪いことやめてくれる？周りが迷惑するのよね。花嫁が幸せになってくれなくちゃ困るのよ。ブーケをキャッチして次は私が幸せになる予定なんだから。ブー。私だってきっと今度こそ。遅くなりました。ん、私受付をお手伝いする松坂です。ああどうも、稲垣拓也です。よろしく。よろしく。おお、稲拓ですか。受付ご苦労様です。肝心な時に。稲拓さん恋人いるの？え、恋人なんて。いない。じゃがいも小僧もたまには役に立つじゃない。ごめんなさい、子供って好奇心が旺盛で。いえ、僕子供は大好きですから。うちのもやんちゃで。そうですか。うちのもって恋人はいないけど妻と3人の子供がいるんです。この度はお醤油様です。おんどりゃご愁傷様って言いたいかい。ブワチだ。ヒューヒュでいいのよ、たぶん。会場が狭すぎて全員が入りきらないんです。どうしましょう石坂さん。そうですね、たびたび失礼します。この旅は誰の？新之助くん。また旅かい。また旅じゃなくてこの旅です。あ、それ私の。ほら、よかった、新之助くんが見つけてくれたんだ。結婚式始まらないの？ずっと立ちっぱなし。段取り悪いな。どうしよう。はあ、やっぱりダメなのかな。石坂さん、チンチンついてんの？しんのすけ、しんちゃん、来い、みどり。え、あ、ちょっと。
皆さん、今日はあいにくの天気で予定がめちゃくちゃになってしまいました。でも僕らはこれからどんな問題も乗り越えていかなくてはなりません。今日は予定通りの式は行えませんが、僕らはこの状況を乗り越えてでも結婚します。緑、今から二人は夫婦だよ。式ですよ。ありがとう、みんなのおかげよ。先生、ブーケを投げて。ええ、行くわよ。そう、もらったわ。え、なんだ、五円玉かと思ったらビールの蓋か。私ってやっぱりご縁がないのかしら。大丈夫ですか、松坂先生。ダメです。やっぱりこの人で間違いなかったんだわ。デメたち、デメ。